ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回は日本ではあまり馴染みのない端末ではありますが、ワンプレスというメーカーから発売されているワンプレス5という端末をご紹介します。まずはじめにスペックから紹介すると、 CPU はクアルコムのスナップドラゴン835、 RAM は 6GB または 8GB、 ROM は 64GB または 128GB、ディスプレイは 5.5 インチのフル HD で、ディスプレイのタイプとしては有機 EL になります。カメラは背面のメインカメラがデュアルレンズになっていて、それぞれ1600万画素と2000万画素。搭載されているレンズは両方とも F1.7 なものが付いています。前面カメラとしては画素数が1600万画素で F 値は 2.0 です。バッテリーは 3000mAh。 通信周りでいうと SIM については DSDS、 デュアル SIM、 デュアルスタンバイに対応しています。それから Wi-Fi については AC にも対応していて、 Bluetooth は 5.0 に対応しています。インターフェースとしては USB の Type-C のケーブルを使って充電と行うようになります。まず RAM 容量が 8GB のものがあると聞いて耳を疑う方も多いかと思います。先日発表されたばかりの Galaxy Note 8でさえ RAM 容量は 6GB でした。カメラにしてもデュアルレンズで、なおかつ両方とも F1.7 というものはなかなかありませんので、この辺もすごいところではあります。ただ何よりこの端末の一番すごいところは価格にあって、まず RAM 容量が 6GB のバージョンが日本円にして約52,000円、それから RAM が 8GB ある方のバージョンが日本円で約59,000円になります。通常スナップドラゴン835を搭載するハイエンド端末っていうのは10万円を超えるのが当たり前なんですけども、この端末は6万円を切るような価格で発売されています。非常にコストパフォーマンスが高いモデルでかなり魅力的なんですけども、残念ながら日本での発売は未定です。でというよりもワンプレスというメーカー自体が日本での展開はしていませんので、今後もこのモデルに関係なくワンプレスのスマホっていうのは日本で普及することは少ないのではないかと思います。ただそれはキャリアモデルとか、あるいは MVNO とかで商品を提供してくれないということで、例えば並行輸入品を購入することはできます。今 Amazon で調べてみると、すでにこの OnePlus 5っていうのは発売されていますので、この端末が欲しい方は Amazon 経由で購入することもできます。価格についてはやはり並行輸入品ということで、 Amazon で販売されているものは少し高くなっていて、 6GB バージョンが6万円台、 8GB バージョンが7万円台にはなってしまっています。ただそれで言ってもスナップドラゴン835搭載の端末としてはかなり安い方ですので、 Amazon で購入してもコストパフォーマンス的には特に問題ないと思います。注意点としては、中国メーカーのスマホですので日本語のローカライズがどれぐらいされているかっていうところが疑問です。それと中国製メーカーのスマホっていうのは中国の規制によってGoogle Play といったアプリのダウンロードが対応しない場合がありますので、その点もよく調べた上で購入する必要があります。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。簡単ではありますが今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。